パパさん、この度はドリームアカデミアご入学おめでとうございます。いやー、キングからですね。キングからキングですね。まあキングもですね、まあ、ドリームアカデミア入って、もうドリームアカデミアに入らなかったら今の人生はないんじゃないかなと僕は断言します。間違いなくキングはですね、ドリームアカデミア、まあドリームアカデミアとか僕に出会わなかったら多分今ないと思います。うん。で、あとなんかお前の自慢かよって話かもしれないですけど、多分おそらくなんですけど、このなんかネットビジネスってうさんくさいじゃないですか。まあ僕もうさんくさいって言われてますけど、うん、本気でやってる人が少ないと思います、ここまで。まあドリームアカデミアはね、60歳まで無料でこうレクチャーしてきますので、あと20、僕36歳ですけど、あと24年間やっていくんで、まあこれ腹くくってやってますから、ほとんどの人はまあその会社でやってる部分もあるんで、会社の売り上げを見ていかないと、まあ僕も会社入ってましたから分かるんですけど、今僕がこうやってできる活動がこうできるのが、やっぱ会社っていう組織から抜けて一人でやってるっていうところで、まあこういう活動ができるのかなって。やっぱ会社に入ってるとね、会社全体の売り上げを見ていかないといけないんで、どうしても売りが強くなったりとかするわけですよ。うん。だから今本当にまあ独立して一人になって2年経ちましたけど、前の会社辞めてですね、まあ辞めてよかったなと思いますね。だから本当にこれからは一人で稼ぐっていうこの力ですよね。一人で稼ぐ力を身につけることによって、どれだけの人生が楽しくなるのかっていうのは肌で感じた2年でもありました。うん。もちろんやることはやってますよ、やることはやってるんですけども、やっぱりその会社から抜けたことによってですね、会社のことを考えなくて済む。僕は社長やってたので従業員のことを考えなくて済むっていうね、まあ、そういうその精神的ストレスから解放されたので、まあお客さんでもやっぱ、まあ、今回ですね、いろいろアンケートを取ったんですけど、やっぱり会社辞めたいっていう方は非常に多かったです。多いです。まあ毎回多いんですけど、なんかやっぱね、時間がない中やるじゃないですか、やっぱみんな。まあ会社辞められないからしょうがないだろうっていう話なんですけど、ただ時間がないんですよね。だそこから脱却するためにはネットビジネスを極める、まあドリームアカデミアでありとあらゆる方法を教えてますけど、本当はね、インターネットビジネスって、まさきさんもブログとか YouTube やってますけども、時間をね増やせるんですよ。まあ、ここの概念をに気づいた時ですね。時間を増やせるっていう、この概念に気づいた時に飛躍します。時間をどんどん増やせるんですよ。時間って増やせるって概念ないじゃないですか、普通。時間を増やせるって、例えば限りある時間の中で効率よくやろう、この限られた時間で仕事効率とかいう本もたくさん出てますけど、大体は限られた24時間の中で何かやろうっていう、で稼ぐっていう行為も限られた24時間の中で、まあ、10時間8時間働くで、働いたらこの限られた時間で遊ぶとか、まあそういうその24時間って増えないじゃないですか。ネットビジネスは増えるんですよ。これがね、神です。例えばどういうことかっていうと、一番分かりやすい例で言うと、僕が命の時間あるじゃないですか、あと何年生きるか分かんないですけど、僕がですね死んだ後も、僕の命の時間がなくなった後も YouTube が残るんです。 YouTube 上で僕がずっと喋ってるんです。だ Google が YouTube を運営 し続ければ僕もずっと喋ってるんです、 YouTube 上で。すごくないですかこれ。いや僕ね、これに気づいた時にね、すげえ。で、要は時間、自分が死んだとしても増やせるわけじゃないですか。まあ死んだ後はちょっと動画作れないんであれですけども、まあその見てる人が増えれば、増えてると言ってもいいのかな。だからそのブログコンテンツだったりとか YouTube コンテンツだったりとか、自分で個人のメディアですよね。この今まではそのメディアを個人が作って発信するっていうことはできなかったんですよ。テレビ局だったり新聞会社だったり出版会社だったりとか、本当かごく一部の人しかこの発信ができなかったわけですよ。でそれが今個人が誰でも発信ができるようになったわけですよね。これが本当に大きな時代の転換期で、
さらに言うと今個人のパワーの方が大きくなっています。だから大企業も頭を下げて YouTuber に商品紹介してくださいって今言ってるわけですよ。大企業は頭下げてお金払うんでなんと商品紹介してくれませんかみたいななわけですよ。だから個人の力っていうのがこれから本当に輝くというか、この個人の力をどれだけつけられるのかっていうところがこれからの時代を生き抜く、まあ、一つのポイントかなと思います。で逆に言うとこの個人の、僕は一人一メディアって僕は言ってるんですけど、自分のメディアを持ってないイコールもうその運命の差、収入にも運命の差があるし、人生の楽しい楽しくないっていうのも運命の差があると思います。自分のメディアを持ってないとどうすればいいのか、どうしないといけないのかっていうと、会社に、雇われる、会社の駒として働く、会社の奴隷として働くしかないですよ。まあ会社の社員っていうのは会社の駒ですから、うん、だってそうじゃないですか。東芝さんとかも何万人リストラしたか分かんないですけどね、会社が傾けばリストラするんですよ、うん、ですよね。本当東芝さん何万人結構リストラしましたよね、東芝ね、あとシャープもね、多分リストラめっちゃしましたし、まあ、ソニーもリストラ結構したと思いますし、まあ、その大企業もねなわけじゃないですか、うん、誰もが知ってる。だからまあこれから本当に一人一メディア、まあ、正木さんもねそのなんかこの前ライブしてる時に YouTuber になりますみたいな、別にブロガーでもいいですし YouTuber でもいいですしインスタグラマーでもいいだろうし、何でもいいんですけど、一人一メディアを持って、そこにちゃんとドリームアカデミアで教えてる集客をして、自分でコンテンツ販売ができるという、このこれができるようになると最強になります。集客もできる。他の YouTuber の人たちとかブロガーの人たちってブログにアクセスを集める、 YouTube にアクセスを集めて広告収入しかないんですよ。でここにマーケティングを入れて自分でコンテンツ販売ができる、オンラインサロンができますよとか、まあ、そうなってくるとめちゃくちゃ強いです。もう絶対飯食ってきます。絶対です。絶対飯食ってきます。例えばそうそうそう、まさきさんから、これねまさきさんからもらった本なんですけど、送って死ぬこと以外をかすり傷。この人まあ一応サラリーマンで働いてる、まあ会社勤めしてるんですけど、今副業で毎月700万が入ってきます。副業で毎月700万、副業ちゃうやんみたいな。でこの人もオンラインサロンをやってて、月額5000円ぐらいのオンラインサロンで1000人、200人ぐらいいるのかな、毎月700万ぐらい入ってくるっていう、まあ、他にもいろいろ入ってきて、まあ、月1000万ぐらい稼いでるんじゃないかな副業でみたいな。そうまあ本にもねそういうこと書いてありましたけど、まあ、要はもう個人でそういうふうに稼げるようになったわけですよね。うん、僕の塾生さんでも鷲津さんっていう方いて、48歳ので、まあ、サラリーマンやりながらなんですけど、まあ、その情報発信してメディア作って、まあ、コンテンツ販売して、今月先月の売り上げが330万ぐらいですかね、うん、仮面かぶって YouTube でやって集客したりとかやってるんですけど、先月330ぐらいですね、うん、で今もう副業で会社勤めながらやってるけれども、月200万を切らなくなったっていうことを言ってますし、だからまあ本当ドリームアカデミアで教えてる内容をマスターすればもう大丈夫です。大丈夫です。間違いないです。てか逆に言うとこれから必要なものなんで、うん、ぜひ習得してほしいなと思います。習得すれば間違いなく今の人生、今の収入なんかどん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 変わっていくと思います。どん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 楽しくなるし、どんどん自分の時間も増えていくだろうし、あとはねやってて面白いことが、うん、まあ、この本とかにも書いてあるんですけど、自分の思いだったりとか自分の価値観とかね、それに共鳴してくれる人が集まってくるんですよ。で今までの生き方って会社に入るじゃないですか。で会社って別にその自分の価値観が一緒な人がいるわけじゃないじゃないですか。例えば上司の考え方とか仲間の同僚の考え方ってみんな違うわけですよ。ただそこの会社に入りたい、給料がいいからとか、その会社の福利厚生がいいからとか、まあ、いろんな理由でただ入ってくるだけであって、同じ思いで入ってくる人って少ないわけですよ。だからそこで、会社の人間関係の問題、上司との関係、人間関係の問題で悩むんですよ。で悩みの一つで、まあ、ほとんどの 90% と 80% の割合で悩みの多くは会社の悩みなんですよ。しかも人間関係の。でこの人間関係の悩みがなくなるんですよ。
なぜならば自分の価値観を共有する人だけが集まってくるんで、そこでワッショイできるんですよ。で、旗から見ると、まあ、ここにも書いてありますけど、信者ビジネスやんみたいな、いいんですそれで。だって楽しい、そっちの方が楽しいんで、ね、価値観が違う人たちとなんかそのペコペコしてねやる人生より、同じ価値観でわおいみたいな感じでやってた方が楽しいんですよ。だから僕はこの2年ですね、いろいろ学んだんですけど、一番情報発信してよかったな、自分がこういうふうに表に立ってこうよかったなと思うことがそれなんですね。だから正木さんとかもそうなんですけど、その同じ考え方とか同じ思いを持った人たちがバーって集まってくるので面白いんですよ。話してても、まあ、会ってなんかこう話してても面白いですし、全部が面白くなります。つまらない理由って合わせてるんですよ、人と。合わせる必要はないんです今は、もはや。で、会う人だけとつるめるんですよ、このインターネットが出たことによって。インターネットっていう社会が出たことによって、自分と会う人を見つけることができるようになったんですね。うん、昔はそのね、あのニコ生とかニチャンとか、まあ、そこで集まる人たちっていたじゃないですか。でもあれは、まあ、ニチャンとかは特にちょっとね、あのマイナス寄りの集まりなんで微妙ですけど、プラスの寄りの集まりは楽しいですよ。こうやってこうぜとか、こう頑張ってこうぜとか、すごいねみたいな、なんかもうそのプラスの集まりっていうのはすごく楽しいです。うん、だそういうのをね自分で、作れるようになったので、だ今は本当に僕がこう他の人とはね違うその発信の仕方をしてるんですけども、まあそのファンの方がですね、この前もびっくりしたんですけど、あの広島こう車でこう東京来た時に、広島寄った時に、吉谷さんとホテルご用意させていただきましたと、よかったら泊まってくださいみたいな、これ2回ありましたあと料理もねご馳走、ただでご馳走いただいて、すいませんみたいな僕もねさすがにホテルをご用意さ、しかも広島の結構いいホテルなんですよ、リーガルホテルっていうね、結構ボーでかいホテルなんですけど、吉田さんホテル用意させていただきました。もうなんやねんみたいなねだこれもやっぱ情報発信するっていうことをしてなかったら、まあなかった、多分生きてきてそんな経験できなかったんで、だからその不思議な現象ですよね、今まで体感したことがない現象体験っていうのもできるようになります。ドリームアカデミアで教えていることをしっかりと学んで、こう発信していけば、そういう今まで出会ったことがない感動だったりとか体験っていうのも得られます。実はそっちの方が、お金よりそっちの方が実はでかいです。お金なんて紙切れなんで、みんなお金に支配されてますから。そう、まあでもお金は大事ですよ、稼がないといけないです、生きていく上で。でお金の稼ぐ方法ももちろん教えてますから。ただ僕が、まあ、この動画でお伝えしたいのは、もっとお金以上に得られない体験がそこにあるよってところです。今まで普通に生きてたら得られないような面白みだったりとか体験っていうのを自分のメディアを持って発信すると、そういうことが起こるよってことですね。はい、ということで、まあちょっと長くなりましたけど、これからね24年っていう長いお付き合いになりますけれども、頑張っていきましょう。はい、またねなんか結果とか出たら報告の方お待ちしております。あとは、ドリームアカデミア勉強していく上で分かんないこととかあれば、お問い合わせフォームがありますので、そちらのお問い合わせフォームからですね、ここ勉強してるけどよく分かりませんみたいなご相談いただければ、動画で回答していきますので、はい、よろしくお願いいたします。で、ドリームアカデミアの詳細メールの方で記載してますので、そちらご確認ください。ありがとうございました。